こんにちは。ちょっと微熱が出ているということでしたので、喉の腫れを抑えるようなお薬が朝昼晩と食。駐車場に止めた車の運転席に向かって話しかけているのは薬剤師。車に乗ったまま薬を受け取るドライブスルー処方の様子です。お待たせしました。お大事にしてください。愛知県一宮市の楠木薬局朝日店で行われているこのサービス。収束の気配が見えない第7波の今、接触機会を減らす取り組みとしてニーズが高まっています。アレルギーは何かお持ちですかね。そうですね。そちらのドアノブ、自転車置き場の方の方なら存在する。患者との電話でポストやドアノブの有無を確認するスタッフ。やってきたのは一宮市内の集合住宅。もしもし、楠木薬局朝日と申します。今自転車置き場のドアノブの方にお薬を引っ掛けさせていただいたんですけども。薬を宅配していました。症状の聞き取りや薬の説明などは電話で済ませ、薬は手渡しせずにポストやドアノブを活用。患者に電話で連絡し、本人がピックアップするまでスタッフが確認します。ありがたいですね。自分が足運んでまで行かなくて済むっていうのが一番大きいですかね。需要が拡大するこうした非接触のサービス。新型コロナの自宅療養者数が愛知県で10万人を超える中、ニーズが高まっているといいます。配達初期は1週間に1回あるかどうかっていうところではありましたけれども、現在はもう毎日ですね、4件5件出るようなところもありますし、かなり増えているような印象を受けております。このほか薬局の外には24時間処方薬を受け取れるダイヤル状式のボックスも用意。コロナの拡大をきっかけに新たなサービスの導入が広がっています。お薬の説明に関してはこの4月からですね、オンラインのテレビ電話による服薬指導ということも可能になりましたので、今後はよりこういったものが積極的に使われていくのではないかなと考えております。